こ焼き始めたのは小学校2年生の秋口ですか、はい、まあ3年生になるかならないかぐらいの時ですかね。小学校の時は、まあ、土日が基本的にその、まあ、野球の練習だったり試合があったりっていう感じだったので、僕はリトルリーグ所属してたんでそういう感じでしたけど、その地元の少年野球団みたいなところには入ってなかったので、平日はまあ普通に遊んだりとか、あとはまあ週2ぐらいで多分5年生とか6年生ぐらいまではスイミングしてたので、まあ、その練習があったりとかっていう感じですかね。スイミングはそうですね、9時ぐらいに寝てましたね。で、大体練習が10時ぐらいなので、何時ですかね、8時ぐらいに起きて、まあ、ご飯食べて、まあちょっとゆっくりして、まあ、練習場に行って練習して、何時ぐらいまでですかね、まあ、ウェイトあるかトレーニングがあるかないかによって、まあ、終わる時間が 1,2 時間変わるので、まあ、遅い時で3時ぐらいですかね、今帰ってきて、で、まあ、ご飯食べて、まあ、そこから1回昼寝したりとか 1,2 時間ぐらい昼寝して起きて、で、まあ、やることやって、で、まあ、ご飯食べてゆっくりして寝るみたいな。大事ですね。ピッチャーとか特にそうですけど、投げて中、まあ、5だったりとか、まあ、4の時もありますけど、まあ、その中でどれだけ回復させていくかが、まあ、大体20から30試合投げる中では特に後半に向けては大事になってくるので、最初に疲れをためないのもそうですし、後半にしっかり疲れを抜いて次の試合に臨むっていう意味でも大きいことだなと思いますね、睡眠は。やっぱりまあ、もうずっと家では使ってるので、まあ、枕も使ってますし、まあ、なるべく同じようなところで寝るっていうのは、もちろんビジターに行くとベッドが変わったりとかするので、まあ、ホーム、自分の家のベッドの方が、まあ、よりいい睡眠はできてるとは思いますけど、まあ、やっぱり深い眠り、質も大事なので量と合わせてそこがまあ大事かなと思います。ありますね、まあ、でも僕負けた日とかその打てなかった日とかが寝れないっていうことはあんまないタイプなので、むしろそのすぐ寝れるタイプなので、どちらかというとその勝った試合だったりとか、まあ、いい試合だったりとか、その興奮してる状態、体がはなかなか寝れない時はありますけど、やっぱりそのリラックスしてる状態で寝れますし、何でしょうね、やっぱり次の日投げなきゃいけないとか、そういうプレッシャーのある感じでの睡眠みたいなのがないので、よりこうちゃんと睡眠が取れる環境はあるかなと思いますね。精神的に興奮している状態、試合が終わった後の状態みたいなのはないので、まあ睡眠にこうしっかり集中できる環境かなと思います。B がいいかなって感じですかね。なんか入るなって感じですか、ね、はい。
ありがとうございます、はい、参考させていただきたいと思います、はい。